お金集めたんやったらちゃんとお金の使い方考えてくれと私は偉い人たちに言いたいですね。マイナンバー制度作ったんやろとね、ちゃんと活用してくれよっていうポイント制のアプリも作るでもそんなもんいらんから本日は大谷ゆり子の言いたい放題ちょっと今日はちょっと言いたい放題言わせていただこうかなと、たまにはスペシャルバージョンとして。私やっぱり友達に結構官僚のメンバーとか役所のメンバーいます。ぶっちゃけ彼らが教えてくれました。忖度したとある大企業に言われてこう法律変えた、こういう法律作ったっていうのも聞いております。まあそれはそれで置いといて、だったらいい方向に動いてくれたらいいと思います。その中で私は言いたいのはもうね、人のお金集めたんやったらちゃんとお金の使い方考えてくれと私は偉い人たちに言いたいですね。ええよと、100歩譲ってねマイナンバー制度作ったんやろとね。一般庶民の私たちはマイナンバー出さなあかんところいっぱいあります。会社に出さなあかんとかね、いろいろある。だったらこれちゃんと活用してくれよっていう。確かにね、住民票出すのとかね、東京にいても岐阜の住民票出せるとかっていうのは便利やねんけど、そうやなくてマイナンバー作ったんやったらそこに銀行ね1個紐付けしといたらええやんかと。事業家給付金 ね例えば10万円の給付金ね、もう一回みんなに銀行紐付けした人には払ったるよって言ったらみんな紐付けする。でどうしてもマイナンバー言いたくない人は10万円いらんかったらかまへんでやったらいいじゃないですかね。そしたらみんな紐付ける。でね、何よりもそこにポンって振り込んだら役所のメンバーの仕事が楽になるはずですね。だから多分おそらく私は思うねんけど、給付金のやるための残業代とか労力考えたら1人20万は振り込めたんちゃうかなとね、10万なくてね、マイナンバーね登録した人の銀行口座に振り込まれ、なんでかってアメリカはやっぱそうだね。アメリカは何にも手続きしなくても勝手に振り込まれたっていうね。それがね70万かなんかね3回ぐらい振り込まれてるっていうね。で勝手に振り込まれてる。そのせいでってそんなこんだけね手間暇かけるぐらいやったらね、マイナンバーに銀行を紐付けて振り込んだらええやん。で何よりもマイナンバー制度作ったんやろと。制度を作ったんやったらもうちゃんと生かしてよと。私ねまた情報をキャッチしたんですね。そらさここはですか思うようにいかないね。そしたらまたなんか新しいアプリ作るらしい。これも某企業ね、まあ、皆さんこれはね私は言わないです。ネットで引くとすぐ出てきますね。某企業が儲かるようにこのアプリをねちゃんと1個作ったんやったらそのアプリ生かそうよねとね。でなんか若い子たちが進んでワクチン打つようになんかポイント制のアプリも作るでもそんなもんいらんからそんなもん作るぐらいやったらもっと困ってる人にちゃんとお金払ったでやってね私は思うんです。この情報おもろいなと思ったのはトランプさんが言ったらしい。1個法律作ってもええから2個法律減らせって。もう日本もね毎年100近く法律できるわけじゃないか、制度がいろんなね法律とかね。じゃあごめん毎年100近く法律ができると言われてます。だったらねほんまに法律ばっかり増えてどうすんねんと。もうほんまトランプさんじゃないけど1個作れたら2個減らしてくれっていう法律いっぱいあります。何よりも国民が不安になってるのは勝手に法律ができていくけどその情報プロセスがないってことなんですよね。もうちょっとは聞いてやる、こんな法律作ってええかとかね今やったらね LINE でも何でもねこんな法律作っていい人こんな法律勝手に作らんといてっていう人も絶対あるはずなんですよね。もうちょっとなんか国民の話聞こうよ、もうちょっとプロセス見せてよ私は言いたいね。もう今日は一言言いたいではないです。大谷ゆり子の言いたい放題を言わせていただきました。何よりも人のお金を扱ったんだったらちゃんとお金の使い方もうちょっと考えてほしいし、もうちょっとお金の使い方の情報をちゃんと開示してほしいし、これは私はもう全ての政治家に言いたいです。反対だけしてても何も始まらないです。対決でなく解決、国民民主党は言ってます。でも国民民主党ももっともっと声を大にしてこういうことを言ってほしいな。玉木さん、よろしくお願いしますご意見等ある方は国民うさぎまでよろしくお願いします。